けアンパンマンショースタートです。拍手。ここは町外れ。じゃあみんなこんにちは。僕アンパンマン。今日も元気にパトロールをしているところだよ。よし、もう少しどこかに困っている人がいないかパトロールだ。アンパンマン。やあ食パンマン、こんにちは。こんにちは。アンパンマンはパトロールの途中ですか？そうなんだ。食パンマンはパンの配達の途中。ええ、みんなが私の美味しい食パンを待ってますからね。みんなが喜ぶ顔が目に浮かぶね。ええ、アンパンマンもパトロール頑張ってくださいね。うん、ありがとう食パンマン。食パンマンも頑張って。はい、じゃあね。美味しそうな食パンだったな。俺様もお腹ペコペコ。そう、この偉いバイキンマン様はお腹が空いてるのだ。だからあの生意気な食パンマンの食パンを俺様のものにしちゃうんだもんね。ん？食パンマンがこっちに来る。そうだ、ひとまず隠れて食パンマンがここに来たら、いいかお前たち、俺様が隠れていることは内緒だからな。はあ、みんなが私のパンを美味しいって喜んでくれました。素晴らしい。この焼きたての香ばしい匂い、そしてこの白く輝く美しさ。皆さんどうしました？後ろが何か？ドア。何もありませんよ。さあ今度はあっちのみんなに配達しなくては。さあれ、おっと、あらーたー、バイキンマン。いやいや、食パンマン、今日こそ食パンをいただくぞ。さあそのパンをよこすんだ。バイキンマン、いたずらは許しませんよ。何を？バイキンケーク。はっ。あらーと、なかなかやるじゃないか。いくぞ、バイキンスーパーパンチ。ひょいっと。あら、あらら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 。おや、どこ行ったんだ？ここだー。
これでも食らい、泥水でポー。あー、どうだ、まいったか。ま、マントがドロドロになってしまいました。もっと汚してやるぞ。あ、そりそり、覚悟。やめなさい。よし、食パンチ。うわバイキンマンにも困ったものですね。ああ、マントがすっかり汚れてしまいました。早く帰って洗濯しなくては。さて、ここはバイキン城の中。どこに行っちゃったのかしら。私を一人ぼっちにして。あ、こんな時に食パンマン様がいてくれたらな。私のハートはいつも食パンマン様にドキドキ。本当はね、このホラーマンのことが大好きなんですよ。ホラーマン。私は食パンマン様が大好きなのよ。だっと、ホラーマンではなく食パンマンさんですか。ホラー。そうよ。だって食パンマン様はとっても強くてかっこいいんだもの。それならこのホラーマンだって負けませんよ。ほらほら、ほら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 。いた、あたた、頑張りすぎましたね、ホラー。やだ、ホラーマンったらかっこ悪い。ホラー。なんだかわからないけど大受けですよ。こうなったらハッスルしちゃいますよ、ホラー。Yeah.
ドキンちゃん、かっこよかったですか？うん、私退屈、もうつまんない、眠くなっちゃった。そんな。ただいま。お邪魔してます、ホラいたの。なんか元気がない感じ。くそ食パンマンめ。食パンマン様。ねえバイキンマン、食パンマン様がどうしたのよ。なんだ、なんでもない。教えなさいよ。ドアダダダダダダ。そんなに強くやってないわよ。さては食パンマン様にやっつけられたのね。違うだろ、俺様はただ食パンを独り占めにしようとしただけだ。食パンを奪おうとして逆に食パンマン様にやっつけられちゃったってわけね。あたり。やっぱり食パンマン様は強いのね、かっこいい。私お昼寝して食パンマン様の夢でも見ようっと。なんだい、食パンマン様、食パンマン様って。バイキンマン、どうしたんだ。お願いがあります。実はドキンちゃんにかっこいいところを見せたいんです。ほら。無理だと思うけど。そんなこと言わないで、ホラー。いやだって食パンマンとホラーマンじゃ。そこをなんとか。んなこと言われても。そうだ。お、何かいい手がありますか？さっき食パンマンのマントをドロドロに汚してやったんだ。今頃洗濯してるに違いないぞ。それと私がかっこよくなることと何の関係があるんです、ほら。マントを盗むんだよ。え？そのマントをつけて空を飛んだらほらまあかっこいいなんて、きっとドキンちゃんもメロメロな。どうだ、ほら。ありがとうございます、バイキンマン。これでドキンちゃんのハートはホラーマンのものです。ホラー。では早速行ってきます。はいはい、しっかりやるんだぞ。うわーすっかりその気になっちゃって。いいかお前たち、マントをつけてない食パンマンなんて全然大したことないのだ。ホラーマンがマントを盗んだ隙に俺様が食パンマンをギッタギタに焼きてやる。ガそしてここはジャムおじさんのパン工場。今日も美味しいパンがたくさん焼けたよ。少し休憩でもしようかね。ただいま。ああ、アンパンマン、パトロールご苦労様。お腹を空かせたり困ったりしている人はいなかったようだね。はい、大丈夫でした。よかったね。何事もなく無事に一日が過ぎていく、これが一番だね。綺麗になりました。こんにちは。おやおや、食パンマン。なんだかいつもとどこかが違うような気がするんだが。そうですね。なんだかおかしいな。マントのせいですね。本当だ、マントがない。一体どうしたんだね。バイキンマンのいたずらでマントが汚れたんです。だから洗って干してるんですよ。ああ、そうだったのかい。それにしてもなんだね。はい、マントがないと
なんか変ですね。やっぱりそうですか。私もなんだかスースーして変な感じなんですよ。マントが乾くまでお茶でもどうかな。はい。ほら、抜き足、差し足、忍び足、むちょ抜き足、差し足、忍び足、とっとっとっと、ほら、誰もいないですね。ラッキーですね。チャンスですね。ほら、見てください、このかっこいい食パンマンのマント。ほらほら、今からこのマントはこのホラーマンのものですよ。どうですか皆さん、かっこいいですか？おかわりしちゃいました。そうか、よかったよかった。ほら、アンパンマンたちがこっちへやってきます。ほら、早く逃げなくちゃですね。おっと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 、皆さん、マントをこのホラーマンが持っていたことは内緒にしてくださいよ。おいしいお茶、ごちそうさまでした。また寄っておくれ。ねえ食パンマン、マントはもう乾いたかな？あそこに干して。はあ、マントがない。どこに行ったんだ？風にでも飛ばされたのかね。どこにもありませんよ。おかしいね。誰かマントがどこに行ったか知ってるかい？私の白いマントを知っている人はいませんか？あのマントがないと食パンマンは空が飛べないんだよ。誰か知ってるかい？誰かが持って行ったのかい？そんな。え？ほら、ホラーマンが持って行ったの？ホラーマンが？でもどうしてでしょう。とにかくホラーマンを探そう。そうですね。みんな教えてくれてありがとう。ありがとう。絶対にマントを取り返しますよ。うん、僕たちで力を合わせて。さあ急ごう。はい。その頃、食パンマンのマントを手に入れたホラーマンは、ホラー飛べ、ホラーマン。それ、おかしいですね。飛び方が悪いんですかね。ほら、飛べ。やってるやってる。ショックですね。こんな姿をドキンちゃんに見せられないですね。何？私のこと呼んだ？ほら、ドキンちゃん。どうしてここに？どうしても食パンマン様に会いたくて探しに来たのよ。ドキンちゃん、食パンマンなんかよりもっと面白いものが見られるぞ。え、なになに？ちょっとバイキンマン、こちらへ。いや、なんだ。ひどいじゃないですか。まだ空を飛べていないんですよ。何を言ってるんだ。食パンマンはあのマントを使って飛んでるんだぞ。お前も絶対に飛べるはずだ。二人とも何をごちゃごちゃ言ってるの？ほら、そうですよね。私頑張りますよ。いけ、ホラーマン。ほらほら、ホラーマン飛びます、飛びます。ほら。痛い。
ピポー、大失敗、あがががのはホラーマンったらかっこ悪いどうしてこのマントをつけても飛べないんですかね。食パンマンはあんなにかっこよく飛べるのに。は？今なんて言ったの。ほら、まずい。これ食パンマン様のマントじゃない。なんてことするのよおバカー。ばバレちゃった。ホラーマン、ほらギギ食パンマン様、私のマントを返すんです。ダメです、ほらまだドキンちゃんにかっこいいところを見せてないんです。さあマントを返してください。ホラーマン、返しなさいよ。もう少しだけ待ってください。ごめんなさい、ほら。おー、待ちなさい、ホラーマン。チャンス、どきなさい、バイキンマン。うるさい、さっきのお返しだ。どうだ、俺様は強いだろう。マントをつけてない食パンマンなんて全然大したことないのだ。食パンマン、覚悟しろ。やめるんだ、バイキンマン。あ、食パンマン、大丈夫かい。いたな、アンパンマン。毎度毎度のお邪魔虫に。それならまずはお前からやっつけてやる。この相変わらずすばしこいやつだ。こうなったら本気で戦うぞ。来い、おりゃあ。何、あだ、ほらほら、ホラーマン、ホラーマン、お前。食パンマン、ごめんなさいです。返してくれるんですね。はい、結局何度チャレンジしても飛べなかったんです。ほら、お前裏切るのか。じゃあ文字さん、食パンマンにマントを。分かった、もうホラーマミ。だって飛べなかったらしょうがないし。さあこれでどうだい、食パンマン。ありがとうございます、力がみなぎってきました。てえ、こうなったら二人まとめてやっつけてやる。バイキンマン、いたずらはいけませんよ。いいんだ、生意気言うな。行くぞ、それ食パンチ、アンパンチ。あだ、バイバイキン。ああ、やれやれだねやっぱり食パンマンはマントをつけると強いね。ありがとうございました、アンパンマン、ジャムおじさん。ホラーマン、ホラーマンはどうして食パンマンのマントを盗んだりしたんだね。実はどうしても空を飛びたかったんですよ。ほら、どうしてそんなに空を飛びたかったの。ドキンちゃんにかっこいいところ見せたかったんです。ほら、でも全然飛べなくてかっこ悪いんですねちゃんと自分のしたことを謝ってマントを返しに来たホラーマンはかっこいいよ。本当ですか。あ、だけどどうしてマントをつけても私は飛べなかったんでしょうね。ホラーマン、それはね、マントを裏返しにつけていたからですよ。え、マントに裏と表があったんですか。そんな、ほらほらほら、またまたドキンちゃんに嫌われてしまいますね。そんなことないわよ。あら、ドキンちゃん、かっこよくはないけど一生懸命なホラーマンは素敵よ。素敵、この私がですか。嬉しいですね、最高にハッピーですね。ほら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 、ドキンちゃん踊りましょう。ほらー、レッツダンス。